ガリシア州内の一オーテスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデノイアに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は7192人。住民骨肖は、男女同系で、オーチエンセ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.79%。オーテスは、 面積9 9 7 4ートルで11の教区に分けられる。北はマサリコスとネグレーラと東はノヤと西はムーロスの各自治体とそして南はリアでムーロスへのヤに注ぐタンブレ川と境界をなす。自治体の中心はアセラでオーテス。オーテスはムーロス司法管轄区に属す。自治体内には 標高500メートルの峰が5つあり、トレムウソ山がそれらのうちで最も高い。気候は大西洋に面しているため、オーテスは必順な海洋性気候である。降水量は11月から3月にかけて最も多く、夏季にはアゾーレス高気圧の影響で高温に昇雨となる。居住人口が最も多かったのは20世紀半ば、1950年の ことで1万1303人を数えた。その後、10年に7%の割合で減少し、1970年時点で人口9968人で、減少の要因は大部分が他のヨーロッパ諸国、ついで米国、カナリア諸島への移民であった。現在も人口は毎年減り続けている。住民は10の教区の153の地区に居住する。 今日のオーテスの領域に人が住み始めたのは、かなり早い時期からで、ドルメンなどの巨石記念物や、ペトログリフ、そして、カストロがその証拠となっている。ローマ帝国の支配の後スエビ族が侵入、そして8世紀には、イスラム教徒が短期間の間、クレバ島とローロ山に今日構えた。大テスの経済における主要な産業は、漁老、牧畜、農業などの第一次産業で、 かなり初期の段階から多くの人々が農牧業に携わっている。牧畜については、現在、肉と牛乳生産のための牛の飼育が最も重要で、ついでウサギと羊となっている。漁業に関しては、フレーショとサンコスメ漁教区が中心となっている。製造業については、造船、製材、コンクリート、建築の分野での工業生産がある。 自治体首長は、ガリシア国民党のカルロス・エンリケ・ロペス・クレスポ。自治体表議員は、ガリシア国民党、9、ガリシア民族主義ブロック、3、ガリシア社会党、1となっている。首長当選者、カルロス・エンリケ・ロペス・クレスポ首長当選者、カルロス・エンリケ・ロペス・クレスポ首長当選者、カルロス・エンリケ・ロペス・クレスポ首長当選者、 カルロス・エンリケ・ロペス・クレスポー・テスは10の教区に分けられている。ありがとうございます。